でもコツ掴んできましたね。コツがやっぱ掴んできた。一番やっぱやり慣れてる感じしますわ。優しいね、あなた。優しいけど帰らせてもらえないんでしょ。そうですね、鬼だね、結果。あ、危ない。そっか、また一番最初からか、うん、もういいか、もうこれだけやっていいか、もう下も降りなくていいか、うん、いい、そうそう、行ってみましょう。寝取らなくていいんですね。クリアすることが目的なんです。話しかけないでくれる。危ない。あ、そこ、そこでジャンプ。もうちょっと、あの山のふもと、山、山、右の山あるじゃないですか。そこ、そこ、あ、それ、取ってください。すごい。死ぬんで。惜しい。あー、もう悔しい。言っとくけど、私これやって育ってないからね。加藤さん家でやってただけだから。さっきのもう一回やりたい。いや、死ぬとないかったか。いや、あるぞ。何回でもそこだ。ここだ。そこ。もうちょい右、もうちょい、そこ、もうちょい右、そこです。はい、もうちょい右。あ、死ぬと出ないんだ。死ぬと出ない。そうか、そう。お、これ何？フラワーズ。 B ボタンを押すと、 B ボタンを押してみてください。おっと、おっ、ねー、あー、かぶってかぶって。もったいない。あー、もうちょっと話しかけないで。もうない、大きくなるやつ、この上に。います。あーあああ上がりたいんだよ。ああ、いいんだ。あった。あーあー、ちょっと待って、怖いよ、怖いよ、怖いよ。ここにある？ない。ない？ないか。よいしょ。よっ。あー、やだ。あー、やだ。うーち。あー、やだ。あー、怖い。怖い。これで？ビビッ、ダメだ、上がれる気がしない。もういった。まだ3つある、ちゃんと。あ、はい、んうん、あたくー。やってしまっちゃいや、これやっちゃいけないですね。ちょっとある。あっ、怖い。もうこんなの稼いでも点数は増えないでしょ。点数じゃないっていうか、100個貯まると一気増えるんだけど、多分貯められないんですよ、そんな簡単に。だからもうそれを取ることより進むことを優先した方がいいかと。はい、はい。よし、あれ上手くなったね。おお、怖い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 。あ、いらないってよ。よし、よっしゃ、よっしゃ、よっ、いらないよ。あー、よいしょー。入れます。あ、ほんとだ、ここに止まれないんだ。これせっかくだからもらっとく？うん。誰もいないね。こんなにってね。お金が落ちてる場所があったらいいね。ちょっと怖い怖い怖い。それー、それー、それあ、途中からか。ここ？そっからです。もうよく、いらないんでしょ？
でも100個集まると1機は増えますよ。今40個。お、意外と溜まるね。土管の手前は一回に何個も出ますよ。上のグローブ。もう一個置く。もう一個置く。もう一個、そこ。おお。すげえ、全然わかんないっす。10個ぐらい。うん、早くやった、いっぱいで。へえ。早く、先にやってよ。早くやるといっぱい出んの？ここ、怖い。おっと。それおぉ、ストレイク。最初から挫折します。どうします、これ帰ろう、もうちょっと待って、分かった、練習しよう。手が痛いよ。そうっすね、じゃあ今のとこまで行ってあげましょうかね。じゃあさっと、はい、それちょっと P 様、ここはさっと行ってあげましょう。ずっと見てる。あー疲れる。めっちゃ雨になってるよ。こっちめっちゃ使って、なんかこっち代謝が上がってる。あ、そういう速さなんですか。ああ、動かしてる。多分使ってるから痒い。多分やっていくと親指のここが痛くなってくる。ああ、ちょっとわかります。噛み込んだとちょっと痛いもん。もうこうやってグリグリやるよ。ちょっとタコ出てきたよ、昔のタコは。あ、すごい。え、そんなのあり。上でショートカットするんでしょ。お、すげえ。これ4のいくつにいけたら、一気に4もいけます。でも今一応、今回はそう、今回は1の3にいって、1の3からやらせてあげるっていう。なんかずるー。それやったようか。それができないんよ。それどうしてやるの。これは B ボタン押しながらグーって進んでジャンプ、うん、ジャンプ、一瞬だけジャンプをします。で、こっから、はい、どうぞ。バトンタッチします。ここが1の3ですから。はい、今、息も死んでない状態で、息増えて、1の3です。あと2面ですね。あと2面。いや、無理だって。それ、B ボタン押してみてください。その炎で相手殺せますから。はい。来るやつ。逆しない。お腹すいたよ。あっと、よい。よいしょ。怖い。よいしょ。ああ、ああ。あ、危ない。いいよ。これ。キノコ。大きくなって。大きく。よし。よい。よいしょ、うん、よいしょ、うん、怖い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 、うー、
なかなかね、行かないですね、一ノさんからね。一ノさんは結構難しい。まあ、むずいはむずいですね、ここはね。あ終了。もう、会社に出社するわ。練習しに。出社して、練習しに来るわ。そうですね。悔しい。は8面まであるんでしょ、はい、8面全部クリアしてみましょう。そうですね、最終的にそのひとみさんが8の4をなんていうんですか、普通の顔でというか、うん、当然のような顔つきで、よし、はい、8の4までいきます、目標。はい、もうそれ9ですけどね、それ8の4って言ったから、はい、こうなっちゃった。そうですね、これ9なんですけどやばいね、やばいです、ね、やばい、これ映さないで、もう恥ずかしい一番使いますよね、恥ずかしい、こするぐらい使うと思うんですけど恥ずかしい、いやちょっと悔しい、これほんと悔しいわ、できるようになるわ。はい、よろしくお願いします。よし、頑張ります。はい、絶対初めまでクリアするからね、見ててよ。どうも、島谷製作所をご覧の皆さん、島谷ひとみです。楽しんでくれてますか？ここで皆さんにお知らせがあります。9月4日に、ラブソングマイソングフォーユーというアルバムを出します。9月4日は私島谷ひとみのお誕生日なんです。誕生日リリースということで、ぜひ皆さん CD 買ってください。こんな時だからこそ、人は愛に尽きるなということで、愛をテーマに、いろんな、愛をテーマにした作品集となっております。デフテックのマイクロさんとか、ミンミさんとか、中西圭三さんとか、たくさんのアーティストとコラボしてる、もう本当に素敵な曲ばっかなので、ぜひみんな聴いてね、よろしくお願いします。そしてチャンネル登録も引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくねー。